演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちらミスタードーナツのピエール・マルコリーニコラボドーナツたちと、そしてなんか塩、この前食べた塩ドーナツのストロベリー味が出てたので買ってみました。前回ひどい目にあったけど、今回はチョコレートだし、そんな冷え冷えならないかな。これもおいしそうですね。どれもピンク色で見た目も鮮やか、しかもハートで可愛らしいのもある。それではチャンネル登録よろしくお願いします。全然あっという間失礼ですけど、塩ドーナツストロベリーからいただきますね。一応甘酸っぱい香りします。では、はい、今回も美味しいですね。ミスターチョコはちょこっとじゃない美味しさが本当にすごい。この香ばしさ、濃厚さ。まず最初に食べた塩ドーナツストロベリーはやっぱり砂糖だとバーッと飛び散る事故があったんですけど、チョコレートなので今回はそんなに心配もなく美味しくいただくことができました。さっくりとした生地は相変わらずで、ストロベリーの甘酸っぱさによく合っていてとっても美味しかったですね。ハムだよ。ただストロベリードーナツとあまり違いがなかったかなと思う部分もありましたので、こちらも検索させていただきます。で、今回のコラボドーナツですね。まずこの4つのドーナツにつきましては、いずれも生地があって、その下にチョコレートが敷いてあって、そのチョコレートの元生地の穴の中にクリームが入っているというのがこの形の共通点です。で、噛んでみるとチョコレートの食感とドーナツのちょっとサクッとある下2種類の食感が混ざって、その後にそれぞれ中に入っているクリームの味をたっぷり感じることができました。ショコラは濃厚なチョコレート、ヘーゼルナッツはちょっと香ばしい香り、フランボワーズは甘酸っぱいジャムの味わい、キャラメルはほろ苦い大人の風味を味わうことができて、とても美味しかったです。で、この中ではこのフランボワーズが一番変化があって良かったですね。甘酸っぱさが一番ドーナツの生地にはあったのかもしれない。というわけでこれをこちらのペースとさせていただきます。で、こちらのザクザクのハート型デニッシュショコラ、こちらはデニッシュというだけでサクッとした食感の生地の中から甘すいや香ばしさが出てきます。次は多分こっちと同じですね。なのでサクッとした食感が好みの方はこちらのハートの方がいいですね。ミスドからのお届け物素敵ですと、まあちょっとした指示みたいなのを置いておくとして、でこちらはもうやっぱりフランボワーズの方が甘酸っぱさなので明確に変化が感じられて美味しかったです。ちょっとした生地の方はこちらの方をアップします。で、こちらもフランボワーズというほどもありまして、こちらもテイストさせていただきます。こちらばっかりというわけで、ミスタードーナツのコラボドーナツは本当ハズレがないですね。今回も美味しくいただくことができて本当にありがとうございました。濃厚なチョコレート、今年も一足早いミスドのバレンタインが来ましたね。というわけでその贈り物しっかり堪能させていただきました。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演舞終演。